お疲れちゃんさらっです。今日はですね、アップデート新環境、勝率ナンバーワンデッキ紹介していきたいと思います。というわけで、新環境で、今んとこ、一番データ上ではありますが、強いのがこちらのね、スケルトンラッシュデッキということで、最速これ、ロワイヤル API というサイトで、出てるんですけど、勝率7割ですね。はい、70%。10回やれば7回勝てるでしょうというのが出てます。で、他のカードっていうか、他のデッキはまだ反映されてないので、なんとも言えないんですけど、今んとこね、はい、新環境で壊れてるのが、こちらというところで、なんかフェニックスミラーとか、エリポンミラーとか、いっぱいなんかフェニックスのデッキがあるんですけども、なんかフェニックスがスケラーに対してそこまで強くないっていう感じですね。で、スケラーをカバーしたフェニックスミラーとかだったら、めちゃくちゃ強いと思うんですけども、今の環境総合的にってなったら、今んとここれが、はい、強いみたいなんでやっていこうかなと思います。で、文句を持ってない人向けのもう一個のパターンがありまして、それがこっちですね。はい。文句の枠がスケキンになりましたと。で、スケがゴブリンで、タルではなくヤノアメかな。はい。こちらも全然強いので、一応さっきこれで、はい、7000に到達しましたって感じかな。で、これなんかね、マルチモードがまだ2つになったんですよね。で、これレジェンダリーナで最多75なんですけど、今までみたいなこれはもう75いったらストップです。はい。7500から上はもうありません。なので皆さん残念ながら最多更新はできません。はい、これはもうね、僕は一生8592を背負って、やることになるんですけど、順位の方は多分更新ができるっぽくて、世界ランクがね、こっちもう一個ですね、はい、伝説の道の、こちらで一番上まで到達してしまえば、よいしょ、扉、はい、殿堂入りの扉が開かれるんで、こっから世界ランキングね、何位みたいなのが多分入ってくるっぽいので、僕の解釈上だと、はい、違ったらごめんなさい。なので、順位目指すなら、ここをまず突破して、世界上位に、はい、入っていこうって感じかな。そういうとこで、多分このロカランとかももうなくなりましたね。はい、殿堂入りの扉開くと、グロランが登場するよっていう感じかな。多分まだだから、まだいねえのかな、わかんない。そこまでみんなやってないのかもしんないけど。はい。なので、75は、のんびり、やっていけたらなと思います。どうしようかな。なんかね、全然7000ぐらい人いなさすぎて、マッチングしないんですよ。そう、マジいなさすぎて、のんびりね、皆さんも7500目指して、7500行ってしまうと、トロフィーリセットがありません。なので、ずっと7500そこにおれるよっていう感じですね。なので、クリアみたいな。チュートリアルとまでは言わないですけども、そこがまずは目標かなと。で、あとは扉開けるようにって感じかな。さあ、一旦環境最強のスケラをね、やっていこうと思います。で、とりあえずなんかね、考えたんですけども、やばい、間に合い。ピン、あー、やばい、俺の反応がおじいちゃんすぎた。今、もう完全に反射してくれっていうやつだったじゃん。もってえねえさ、ちょっとマジでもってえねえことして、チンパンスケラ打ってんですけども、今回ね、ただの枯渇か。いや、今の反射したかったな、ロケット反射はまだできたことがないんで、僕、やりたいな。なんか、ツイッターとかであったのは、クロスを行って、もうすぐね、クロスの横に、文句出して、クロスに対してやっぱロケットとか来やすいんで、跳ね返して、はい、グッドゲームみたいな。一撃必殺、端前。テスラクロスじゃなくて、モンククロス、はい、が強いみたいなのもね、はい、あったりっていう感じかな。はい。で、環境対策デッキを教えてほしいみたいなコメントもめっちゃあったんですけど、ありません。はい。ありませんというか、文句がないデッキはやっぱちらほらあるんですけど、フェニックス抜きの強いデッキっていうのはもうないレベルっすね、今んとこ。なんか一応フェニックスに対して強いは、エレジャイ。そう、エレジャイがすごい強いらしいです。エレジャイと、体幹スケラ。あと、ヤナメがなんかいいですね。フェニックス倒しつつ、卵もダメージ与えられる。卵も完封できる。2回目あ、マジで反応できん。トイレタイムしてる。ちょ、待ってよ。成功させてんだけどな。これさ、タイミングめっちゃシビアだから、飛んできた瞬間にパッて押せば、ギリ間に合う説多分あるんですけど、ギリ間に合う説っていうか間に合うと思うんですけど、さあ、ここで来るぞ。トイッ!来た!はい、跳ね返して、ぴょーん!やば。強っ!ちょっと待って。今のやばっ!
ちょ待って、また気持ちいいんだけど、これやりたいだけみたいな。さあ、まあこれを安定してできるなんてことはあんのかわかんないけど、これが多分強い。あと文句の 80% ダメージ軽減が結構強いんで、あ、最後これ絶対ロケット来るじゃんっていうところに文句出したらバカ強いですね。これ跳ね返して、もうそう考えるとやばいね。 80% 軽減があるんで、普通に盾としても結構最強クラスに硬いですね。うん、でこの伝説の道もまだまだ序盤なので、対戦相手的にも結構負けそうな試合にはなんないと思うんですけど、今日はちょっといろいろ文句ゲーをやりたいですね。うん、で何言ってたっけ、強いカードか。あ、そう、文句は盾としてもめちゃくちゃ優秀と。でロケ、そう、最後の400とかも絶対ロケット削りされるじゃないですか。だからそこに対してもう文句出したらさ、相手ロケ打てないんですよ。勝ち確になる。だからロケ削りに対してちょっと強いかもしんない気がしたっすね、今の感じ。絶対ロケ来るっすもんね、400とかになったら。もう文句出してミラーで跳ね返して終わりっすよね。ロケ削りにちょっと強いのが文句か。環境またなんか、まあめちゃくちゃ変わってますけど、もっと変わりそうっすね。この卵なんか陸行きにもなってくれるのがちょっと強いな、最悪なかった時にね。さあ、そんなわけで、まあ、スケラ今の流行りの、まあ、エリゴレとか、まあ、モンクミラーとかには、まあ、基本モンクミラー、モンクフェニックスミラーか、まあ、スケラ打たずにいいかな。まあ、スケラ打てば刺さるんでカウンター怖いんで、まあ、耐えてしまえばみたいなとこありそうですけどね。守ってカウンタースケラポーンで多分勝てる試合が多分多いので強いんだろうね、今これが。よいしょ。で環境ザッピーがまた強いかもしれないですね。エレジャイがフェニックスに対して強くて、そこでエレジャイが増えるのを、まあ、ザッピーで買っていこうって感じかな。まあ、これだけで強いっすよね、なんか。うん、スケートラッシュ打ってもいいんすけど、まあ、打たなくても良さそうみたいな。さあ、これでカウンターで相手のタワーに攻撃しつつ、反射っすね。反射しつつ、タゲ取りもただただ強い。ああ、もうなんか、かわいそうになってきたな。一応レベル11統一というか、11ない人らは届かないですけど、11以上は全部これ11になるんで、まあそう考えたら、今までレベル13で、ちょっとトラ上げできなかったんだよっていう人たちからしたら、しやすいかもね。あともうちょっとで、俺は世界一桁いける PS があるのに、レベルがねーって、思ってた人は、ぜひ頑張ってみてください。そう。世界一のポテンシャルをね、ちょっと見せてほしいですね。ああ、もう、やば。意味わかんないですね。なんか、まあ、持ってないとね、マジフェニックス持ってないはガチきついと思います。結局、フェニックスメタって、まあ、テスラとか、まあ、テスラなのか、ライトニングコウモリは考えればあるっちゃあるんですけど、吹き山助。結局フェニックス使って押し切れちゃうんですよね。そう、組み合わせ次第ではね。だからもうフェニックススケラ、フェニックスなんたら、フェニックスなんちゃら、フェニックスですね。もうメインがフェニックスみたいなとこあるんで。うん。さあ、で、今回の相手はロイホグ。圧着衣ロイホグとかも、ちょっと強いですね、フェニックスに対しては。まあ、でも、けど、最終的に押し切れちゃいそう。おー、もうわかんない。一旦待つか。レベル10だね。かわいいね、なんか。さあ、セパして、卵は、生き返らないよと。文句のカウンターって、ザッピーカウンターできんのかな、まあ、できそうってできそう。あ、これちょっとやべえか。卵壊して。文句？わー、偉い。この卵を壊すか壊さないかで、ちょっとやばいんだよ。撃っちゃう。で、スキルの、跳ね返しも使いつつ、あーい。いいタルババが来ちゃいましたね。さあ、相手も同じような、マジで一緒じゃね？ポイタル。俺の盾、文句が透け気になってますね。はい。なんで、やっぱみんなこうなるっすね。縦枠ねえよって人は、文句ねえよって方はスケキンで。よいしょ。
同じか。同じってのもなんか安っすね。せっかくね、ゴブリン強化されてね、4体になったんですけど、まあ、スケルトンなしね、だからめっちゃ強いんですけど、もうフェニックス、壊れすぎてて、全然触れられてないですよね。ナイト。もうナイトなんかお前、居場所ねえだろっていう。本当に、かわいそうになってくる。ザッピーちょっとめんどくさいっすね。俺も持ってんな。ポイズン削りありっすね。おお、メガナイトだ。なんか似てる。似てるデッキではある。一旦フェニックスゲー挟みたい。なんかフェニックスミラーしすぎててさ、あのミラーあるとかロックだった、そういえば。フェニックスミラーしすぎてて、フェニックスミラーできないともう違和感があるんですよね。ちょっとやばいっすよね。フェニックスミラーしたすぎて。おばあばあばあ。鳥が。まあまだ慣れないっすね、なんかでも。さまじ地味な展開が続いてるんですけど、まあ地味にやっていきますか。やばい。さあ卵を割りたいですね、マジ。もう負けそうだな、今。怪しい展開。さすがに勝ちたい。フェニックスと文句使ったよね、こっち。あっちは文句の多分ユニレベがなくてメガナイトとか使ってんのに、こっちはもうねイカサマしてるというか、もうゴリゴリ使ってんのに。反射下手なんですよね。反射は多分使い得なんですけど、全然使わない俺がいる。おー、仲良くしないで。そんな、よいしょ。いや、いいぞ。見えない見えない見えない、マジで見えない。スケラ打って、いってらっしゃい。フェニーフェニー、いやーやばい。ちょっと待ってくれ。いや、これでカウンターの反射ダメでタワーにダメージ入れられる。文句。ああ強えな。あ、でもなんか勝てそうっすね、マジ。結局フェニックス強すぎ説。説じゃねえんだよ、強えっす。説とか甘えたこと言ってんじゃねえって。強えんすよ、火力がやばいな、マジ。足前のこの圧がね、しかも硬い文句出してスケラ打って、盾としても優秀さ 80% このダメージ軽減。一発でも入んなきゃ。あれ、ちょっと待って、さすがに。やめて。マジで。ブラ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 。バカ。いや、まあ、バカのマジでいらねえな。フェニックス、バカなくすか。バカのノックバックも入れないっすね。なぜノックバックをつけたっていう。クララってマジノックバック最強なんだよね。そう、ウッドとか。まあ、生き玉もなんか、まあ、マルチじゃそんないないっすけど、大会とかでチラホラいるのって、やっぱノックバック強いんで万能なんですよね。そう、文句も、まあ、文句はでも意外とちょうどいいな、なんか。強いっすけどね、多分フェニックスがここまで強くなかったら、あ、文句ぶっ壊れやんっていう、あの、文句がいっぱい言われてたと思うんですけど、まあ、フェニックスのおかげでなんか許されてるし、まあちょっと強いじゃんぐらいの感じにはなってるっすよね。多分文句も全然ぶっ壊れクラスだと思うんですけどね、性能的には。だからフェニックスの、あ、ぶっ壊れやべえっつってみんな頭使わないんで、僕みたいにあの反射がみんな使えてないんですよ。お願い、これ文句からタゲ取ったらもう吹き矢さよならっすね。はい、いや強い。プリンもう一発。いや強い。いやこれっすよね、遠距離系全部仕分けるのはマジで優秀。卵って考えたらぶっ壊れなんですけど、フェニックスのおかげで生きてます。さあ今回の相手はコカッちゃん。バレ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 コカッちゃん。ロケットあれば面白い展開またいきそうだったんですけどね。
ロケがないので、まあ一旦スケラ打って、なんかいまいちでしたね。さあカウンター、そして 80% 軽減で盾役としてもめちゃくちゃ鉄壁。いや強いぞ。ちょっと反射うまくほんと使えなかったんですけど、僕もうちょっと頑張りたいっすね。うん、縦枠っすね。なんか火力とかではなく、まあでも縦でめちゃくちゃ優秀なんで、うん、防衛でも耐えてくれるし攻めでも、あ待って、なんかいろんなとこに当たってる、やばいやばい。まあスキル打ってちゃっちゃポイズンまで打っちゃうっすね。どうせ吹き矢が上の方に。これゴブリンバレルよ、来い。全然飛んでこないですね。跳ね返してんだけどな。さあ一旦耐え、ここでフキアとかプリン来たらね、もう文句で倒せるわけですから。やばいな、なんかクララは考えなきゃいけなくなってますね、もうめっちゃ今もまあ考えなきゃいけないんですけど、フェニックス、これなんか吹き矢処理でもいいって人。いけ卵お願い卵。惜しい。いやめっちゃいる。なかなか地味な試合展開ではあるんですけども、あこれ反射マジで強い。吹き矢処理できる。しかもずっとこれプリンのターゲット取ってくれるんですよ。プリンの攻撃もカウンターしながら。あれ？なんかフェニックスミラーしてるともうフェニックスに頼りきりなんですよ。あフェニックスやべーっつって。でもこういうフェニックスミラーじゃない、まあフェニックスも入ってるよねデッキだと、まあフェニックスもめっちゃ強いんですけどね、その文句の強さもなんか出てくるっすね。よいしょ、一応反射しとくか。インフェは多分反射できないんで、まあプリンのね反射しつつ、さあフェニックスがタゲ取ってバカも落として、まあいいっすね。このデッキなんかザ安定って感じがして、さすが勝率1位なだけはある。さあそしてこれ金まで行くと落ちません。負けても勝てば1つ増えて負ければ1つ下がるんですけど、金だと金まで来ると下がりません。多分リーチですね。次勝てば1個なんだアリーナが上がるよ。アリーナなんだランクね、マスターみたいな上がるよっていう時になると、多分落ちなくなるので優しいですね。やっぱあと1個で、あと1勝でだったのにっていうのが落ちないんで、まあ気持ち前より楽になってる。あれやばいやばい、気をつけがちょっと待って、気をつけがキョウスケがすんごい。キョウスケマザネクザッピ、おお頑張れ頑張れ頑張れ。さあおこれはちょっと熱いんじゃないか。復活して最強の盾となれ、いけ。これやりゴブも処理できる。なんならやりゴブ処理、相手のプリンタワーにもダメージ与える。え優秀か。ういめっちゃ入るやん、めっちゃ入るやん、強っ明らかに強えな。いやー好きなんだよな。でも使えなかったらマジで暴言言うっすけどねバチボコクソがこんなカード出すなよって。使えるんでねって。まあまあまあ、どうせあと3日の命もないっすよ。あと2日ぐらいなんで許してあげてください。1日半日、いつ緊急火砲来るか分かんないんでね、もうちょっとだけちょっと楽しませてあげてください。このフェニックス、いや強い。今のマザネクとかには意外と弱いかもですね。本当でもブヒーン全豚、ああそれちょっと嫌だな。まあでもフェニックス
ケラ打って、もうポイズン打って終わりっすね。ギャングが来るか分かんないけど、いやマジ文句は80% 軽減中の盾役が最強なんで、まあ、スケラの盾、あとロイジャイの前にいるとか、まあ、なんかの盾としているだけで最強クラスですね。まあ防衛はそんな強くないんですけどね、相手のユニット次第か。もうマジアチャとかどうなんだろうな、フキアとかがむずいな。フキアとかフェニックスに強いんですけど、このモンクに弱いんで、フェニモン、これ一生盾となってるもんマジで。あー強え、マザネクいたんだの感じですね。これどんぐらいまでいくとね、こう猛者が集まってんだろう。みんな結構やってんのかな。さあリーグが1個上がって報酬ももらえるよと。主の道だもんな、まだマスターマスターマスター神々神々神々展開か。あ、まあちょっと遠いっすね。でもこれ多分あれか、限度とかもないので、マジクララのいいところ無限にできる。スタミナとかないんで、気づけば24時間できるっていうね。なので1日ずっとやり込めばね、全然いけちゃうっていう。さあボンバーとかも投げ技だと思うので反射できそうですね。学年は反射できないけど、やってみるっすね。はい、反射タイム。マジでトイレにしか見えない。さあゴレっぽい、まあ、ゴレとかもどうなんだろうな。フェニックスゴリ押ししたら強え、フェニックスに対して強えろってなるかもしれないんですけど、でも結局そんなこともないっていう。さあスケラ打って、ちょっとポイズン打って、まあさすがにステイかな。うん、判断やべえなこれ。もしかしてゴレじゃないパティーンがあるな。ゴレじゃないパティーンだと結構やべえな。なんかライトラ反射できなかった気がしたんだよな。うん、タルで時間稼ぎからのキング起動あるっすね。さすがに、いやーちょっとライドラが残んなそうだな。うん、いや遠距離系結構悪っすねこのままだと。ラクネとかは全然強そう。ボンバーとか来たらもう固まればいいですからね。あ、まあ単純に来なくても固まったら縦枠としてこれ、いやめちゃ強い、時間稼ぎ。あ、文句なんか好きになったな。フェニックス大好きすぎたんですけど、ただ強いから、ただ強いからフェニックス大好きだったんだけどな。なんか文句の方が戦ってる感があるっすね。まあ強いんですけどね、ただただ文句も当たり前に。この距離だと復活できそうじゃない？プリンタワーからの、あーちょっと届かなかったか。よいしょ。さあもう溺れてしまって皆さん。いやーマジで文句これ復活できそう。パカン。いいよ。マジで。つえー。相手も多分。これね、バランス調整とかあんま見てないプレイヤーだと、何これ生き返ったんだけどつって、何あいつ、え意味わかんねえんでしょうね。さあ文句タイム、まあ、ボーポイもあるんでね。いやマジで、まあ、文句の 80% 軽減を残すなら、まあでももうちょっと軽減減りそうっすね。 60%50% 軽減とかにしつつとか、フェニックスとかも明らかに加工しなきゃおかしいんだよね。さあせっかくならこっちももう一回使っとくか。もう一回というかスケキングだと思う。やべえマジ人がいねえこっち。ドラゴンの温泉アリーナ新しいやつっすね。かっこええ金ピカドラゴン。でもこういうドラゴンのがあるってことはワンチャンこのドラゴンも新カードで出てくるってことみたいな。10コスドラゴン欲しいけどな。起きた。さあ熱いぞ序盤から上げてる。あーこれクロスプレイヤーっすね。あマジでこれやばい。普通にアチャクイクロスとかなんで
文句がおればクロスに対してめっちゃ強いんですよ。ロケット跳ね返せるし、クロスの竹取って跳ね返せるしみたいな、文句いないんで、ゴブリンもスキキもボスキもザッピーも全部そんな強くない。ヤナメもやばいよっていうあまりよろしくないのを引いたっすね。まあまだフェニックスいるんでね、うちには。じゃフェニックスで頑張ろうぜ。テスラかな、そしたら。あーそうっすね、フェニックスに対して多分ちょっと強いですね、テスラが。うん、さあフェニックス、いやークロス壊すの早い。でも多分ロケだと思うんで、いやこれ文句だったらバカ熱かったな。まあまあまあ、ソードマンな。さあハンターは有名なクロス使いですね。あっちゃ食いじゃないだけいいや。さあボス置いて、まあ耐えれれば全然あるっすね、耐えれれば。うわあマジで準備してんな。タワー巻き込んだがよかったかな。さあ一旦フェニックス使わず耐えて、次フェニックスで耐えたいっすね。もう一回行くんのかな、端前チョキからのね、文句とか使えばめっちゃ強そうなんだけどな。あれロケット跳ね返せるっすよ。クロス時代そう考えたら来るけど、フェニックスにしばかれるよね。むず、何が正解なんだろう。まあさすがにこれロキきそうだな、来ねえのか。スケラ打ってさすがにファイボーソウルコールしたい、お願い。何年ぶりの、何億年ぶりのソウルコール。まあウッドで全部いかれるか。いやフェニックスがのこれウッドかをくれて、おフェニックスおかえり。めっちゃ、あー生まれない、まだ生まれねえのか。いやなんかめっちゃ入ってた、相手なんかフェニックスの防衛苦手そうな顔してるっすよ。スケラ落ちてあれ打っていいっすね。そしたらあっちも対応しなきゃいけないんで、ファイブ打ってフェニックス延命したい。おやばマジでフェニックスの枠、フェニックスじゃなかったら負けてますよ多分、わかんねえけど。さあフェニックスゲーです。でもまあ文句なくてもこれは使えるんで、マジでこっちのフェニックススケキンスケラはすごいおすすめっすね。あとゴブリンもスケラに強いんで、まあ、こっちのポイズンスケラにも戦えるよっていうやつですね。ファイブアナアメでエリゴルとかも全部しばけるんで、はい、形組んできたとこはファイブアナムで全処理というわけで、こっちのスケラ、まあ、こっちのスケラもぜひ皆さんやってみてください。またもうマジフェニックス入ってないね。お下げなデッキがあったらすぐ紹介するんでちょっとお待ちください。チャンネル登録お願いします。お疲れちゃんでした。